あれ、これはミクリオ。ああ、ジージの加護領域を感じない。イズチに何かあったのか。急ごう二人とも。ああ、うわ、ひっでえ汚れだ。これがあのアロダイトの森だなんて。一方で敵にしてもいいんだ。高い戦闘力を持つ人狼の兵馬です。奴らの跳躍攻撃は多彩だ。下手に手を出す。爆雷飛行陣、おとなしく眠ってくれ。やめてくれ。炎の力、見くびることなきよう。デモンズロッドは勉強術使いのトップクラスよ。属性の傾向を教えてくれ。全部や全部。全部だと。
にこちらの能力上昇に対応した術も使えますよ。こちらの手も。制限されるということか。ホールデッド治癒レイヤー弾アクサダメ発射していきましょう。こちら発射が無理しないで爆雷飛行機
ライライよよろしく。ミスリルとは珍しいわ。飛行人とも呼ばれ、砂糖だけでも至難の技と。ミスリル製のと、それを見てみるとかなり嫌。いや、なんか雑談始まってるよ。ミスリル爆雷あいつらもこれで幸せだろう。ロゼは俺が守ってる。みんな薄利多圧力必勝するわ。我が輩の前に連絡しちゃった純烈エグリーの対策だ。ケチラス終わらせる。次を吠えろ大人総長が。おとなしく眠ってくれ。チャレー一戦天皇派エグリーの対策支持前行先行爆弾おとなしく眠ってくれ。これにて終了。食べられるのか、これ。
人の亡骸だ。ハイランドの兵だな。人間が伊豆地に侵攻したのね。前来様の領域内でも力を発揮できる者がこの地に兵馬や人を招き入れたのでしょう。エルダルフ、奴がカムランに踏み入るため人間に封印を破壊させようとしたのかもしれない。どうかな。あいつは魔王坊とつながってる。もともと封印なんぞ何の役にも立ってねえだろう。ああ、きっとヘルダルフはもうカムランで俺たちを待ち構えてると思う。これはきっとただの嫌がらせだ。ならここでうだうだしてたらヘルの野郎の思うツボだな。とにかく伊豆地に急ごう。ヒゲ猫の狙いは分かりきってるわ。はい、スレイに汚れを生ませるためか。スレイも気づいてるわね。だから努めて冷静であろうとしてる。汚いな、本当。誰だって故郷や親がひどい目にあって冷静でいられるわけないって。スレイさんの心を傷つけるためかの者が何を企てているか想像つくよ。それだけは絶対阻止しなきゃ。行きましょう。浄化を。控え身だと。これで勝利だ。